こんにちは、伊集院ゼロです。今回は超推しキャラである神格を徹底的に解説していきたいと思います。神格の基本性能はもちろん、立ち回りや型だったり、あと新武器の息災との相性やバフ性能についてなどを解説していきたいと思います。目次としてはこんな感じになってます。まず神格の性能解説ということで、基本的なステータスだったり各添付の紹介を行います。あとは命の星座についての説明やおすすめの凸数などもお話しします。その後でバフ性能の比較、そしておすすめ武器生物の話をしていきます。ここでは主にカズハやベネットと比べてどれぐらいバフの性能が高いのかだったり、あとは武器ごとにどれぐらいのバフを積むことができて、それで実際に例えば綾香とかの火力がどう変わっていくのかなどを具体的に説明していきます。そして最後に実際に神格を使ったパーティーの紹介、あとは立ち回り例というのをお見せします。では早速第1章の神格の性能解説に移るんですけども、まずは簡単に言ってどんなキャラかっていうのを、紹介します。神格はスキルと元素爆発主体の氷元素のバフとデバフ役ですね。一通り欲しいサポート性能が神格だけで揃っているのが特徴的です。特に特徴的なのは、通常攻撃やスキル、そして元素爆発全ての氷攻撃を一定ダメージ増加させることができます。でしかもパーティー全員を強化することができるので、氷キャラが多ければ多いほどバフの恩恵を受けることができます。また命の星座を進めることで、このバフ性能がさらに強化されてめちゃくちゃ強くなっていきます。なので基本的には、氷キャラを強くする氷増幅型みたいな形が、神格の基本的な型となると思います。でですね、神格自身へのバフという意味だと、神格は通常攻撃を氷元素にすることはできないので、スキルと元素爆発にのみ自分のバフを乗せて効果力を出すことができます。なのでもし神格自身で戦いたい場合は超運とセットで組んであげて、超運のスキルによって神格に氷元素を付与する必要がありますね。この場合は神格は氷増幅というよりかはどちらかというとアタッカー寄りの方になると思います。で今回の動画ではこのアタッカー寄りの方よりも氷増幅型の方を紹介していきます。では本題に戻って神格のレベル90時点のステータス一覧となります。基礎攻撃力は304と、高めですね。クレイとタルタリアの間に位置していて、全48キャラ中10位という風になっています。そして基礎防御力と HP については5位と10位と、高めになっているんですけども、正直神格においてこの防御力の高さなどはそんなに関係ないかもしれません。でレベルトップボーナスは、星5発の攻撃力プラス 28.8% とあります。で後でお話しするんですけども、神格のレベル突破ボーナスが攻撃力なのは割と相性がいいですね。全体的にバランスはいい性能をしています。続いては固有添付に移ります。まず一つ目は元素爆発のエリア内にいるときに氷元素のダメージがプラス 15% されるというものです。で二つ目が神格がスキルを発動したときに1回押しの場合は元素スキルと元素爆発のダメージがプラス 15% で長押しの場合は通常系のダメージがプラス 15% されるバフを全員に与えるというものですね。この2つを組み合わせるだけで、30% 分のバフを氷元素のキャラクターに対して付与できるという、かなり優秀な性能ですね。あとリーウェで探索任務の報酬が 25% 上がるらしいです。そして通常攻撃添付ですが、これは氷増幅型の場合は後回しでいいかなと思います。通常ワンコンボの添付レベル10を見てみると、やりキャラの中でもそんなに高い方ではないですね。倍率もそうなんですけども、モーション的にもそんなに DPS は高くないです。勝利と近いという意味では、サポーターならではの控えめな通常攻撃ダメージと言えるのかなと思います。そしてスキル添付、これは最優先に取りましょう。これが神格の真骨頂と言える技であるんですけども、これを発動することでパーティー全員の氷元素攻撃に一定ダメージ、火力を上乗せすることができます。ただ上乗せ回数は1回押しで5回、長押し7回と決まっていて、あとはクールタイムも長めの10秒もしくは15秒となっています。でこういう添付と組み合わせるとバフも盛ることができますね。もう少しわかりやすくこのスキルの強さについて解説していきます。神格自身の攻撃力を基準にダメージがアップとは何かというと、最近よくあるイットだったりシナバースピンドルとかもそうなんですけども、これは神格の攻撃力×添付の倍率分を本来のダメージである攻撃力×添付倍率に加算するというものです。ちょっと文字で言うとわかりにくいと思うので、簡単な例を持ってきましたけども、まずは神格と神格のモチーフ武器の息災を持たせた状態で攻撃力が4068あったとします。
で、バフをかける相手はアモスを持ったカームで、攻撃力2331で、通常テンプのレベルが10、銃撃の倍率が 622% だったとします。でこの時、神格のバフをつけた状態でカウンの銃撃を撃つとどうなるかというと、攻撃力2331に銃撃の 622% 分の倍率をかけた14499に、神格の4068攻撃力かけるスキルテンプがレベル10の場合は 82.2% 分強化されるので 0.822 をかけます。でさらにカウンの場合は銃撃が2個の攻撃に分かれているので、2回分神格のバフが発動するんで、かける2をすると、6688となります。つまり、本来、会心ダメージやバフが乗る前の基礎ダメージが14499だったものが、21187になることによって、46% 分ダメージが上がったということになります。46% ダメージを増やすっていうのはなかなか難しいですね。ほぼ蒸発とか妖怪を起こしているぐらいのダメージ増になるので非常に強力です。今回はカームで計算しましたけども、彩香の通常のような手数が多い攻撃と合わせるとより大幅な火力増加になりますし、何よりこれの強みとしてはダメージバフだったり会心ダメージが乗るので、育成が進むほどこの基礎ダメージの増加というのは恩恵が大きくなります。そして最後に元素爆発テンプですね。これはスキルの次に優先して取るといいと思います。この元素爆発は2秒ごとに2回攻撃を発生してくれるエリアを作るんですけども、特徴としては、このエリア内の敵の氷耐性と物理耐性を 15% テンプレベル10の時点で下げてくれるということと、固有テンプによって氷元素のバフが漏れるということですね。ダメージ量は平均的というか少し少なめになってるんですけども、このバフとデバフを両方かけられるというのが非常に強力なので、元素エネルギー80とちょっと重めではあるんですけども、できるだけ回したい元素爆発になります。第1章の最後に命の星座についてお話しします。まず1凸から3凸までですね。でまず1凸ですけども、これはスキルの使用回数が1回増えます。でこれめっちゃおすすめです。もし神格使うならできれば1凸はしたいですね。純粋に非常に強力なバフの発動回数を増やすことができるって意味でも強いんですけども、元素粒子の効率とかも良くなるので、かなり使い勝手が良くなります。で一応無凸と一凸両方使ってみたんですけども、圧倒的に一凸ある方がスキルも回しやすくて立ち回りが楽でしたね。で一応小技として1回押しをした後に長押しをすることで、クールタイムが1回押しの10秒の方で判定されるので、長押し効果を発動しながら1回押し分のクールタイムでなんとかなるということもできます。そして二凸ですけども、これも本当はおすすめしたいですね。でこれは、元素爆発のエリアが6秒増えます。なのでクールタイム20秒で継続時間18秒の爆発になりますね。でさらに、氷ダメージの会心ダメが 15% 上がるというものになるんですけども、そもそも元素爆発のエリア内にいると氷耐性のダウンと氷元素のバフもあるので、この爆発を置くだけでバランスよくバフもデバフも確保できて非常に強いので、1凸ほどではないんですけども、サポート性能としてはより強くなるかなと思います。ただですね、カンほど元素爆発の範囲も広くはないので、動く敵だと意外と、当たんなくなってしまったりもするので、絶対に1凸しといた方がいいかと言われるとちょっと怪しいです。そして3凸ですが、スキルのテンプレベルが3上がります。で 18% 分バフの効果量が上がります。18% 分上がるから 18% 強くなるかというとそうではなくって、例えば、バフをかける相手にもよるんですけども、さっき簡単に紹介したカウンの例の場合は、もともと 46% 火力アップだったものが 54% になりました。なので劇的には変わらないですが、あるとちょこっと嬉しいかなぐらいですね。そして4凸ですが、ちょっと長めなんですけども、簡単に言うと、神格のスキルの火力を上げるものになります。ただ上げる条件というのが、神格によって付与したバフを何層分使ったかになります。例えば、氷キャラが3体いて、長押しによって7回分のバフを3体が全部消化しきれた場合は、7×3 で21層分溜まって、その21層分 ×5% 分火力が上がるというものになります。この効果は正直、氷単パーティーとか氷3人パーティーとかであれば、優秀だとは思うんですけども、例えば、彩香だけを強化したいみたいな使い方をする場合はいらない性能ですね。でこれは後で出てきますけども、6凸しているとより発動しやすくなります。で5凸の効果は元素爆発のテンプレベルが3上がるものですね。で火力が 18% 伸びます。で耐性ダウン上がらないので、正直これはいらないですね。
そして最後に6突ですが、これは神格のバフの発動回数が通常攻撃と銃撃の場合は消費されなくなるというものですね。これはですね、彩香がいる場合はめちゃくちゃおすすめですね。なぜかというと、もともと発動回数は7回が限界でしたけど、彩香の場合ってワンコンボするだけでもう7ヒットしてしまうのですぐ効果が終わってしまうんですよね。それが常時火力アップになるので、めちゃくちゃ強くなります。あとは発動をしまくることによって、4突効果の神格のスキルのダメージアップもしやすくなります。それでは第2章としてバフ性能の比較とおすすめ武器、生物について説明していきます。やっぱり気になるところとしては、元素サポーターとして優秀なカズハだったり、あとは純粋に強いベネットと比べてどれぐらい神格のバフは未来があるのかってところですよね。このあたりは徹底的に分析したので話していきたいと思います。まずはカズハとのバフ性能の差から見ていきます。比較における前提条件として、神格にはモチーフ武器を持たせ、テンプレベルが1、10、10としています。で、生物は締め剣にして攻撃力特化しています。そしてカズハは装甲を持たせ水力4セットの熟知特化にしています。そして右側の方にそれぞれのキャラが与える強化内容をざっと書いていますので、ご確認ください。神格については元素爆発を打っている前提で計算しています。そして今回のバフ先は彩香になっています。彩香はキリギリ無突を持たせて締め剣にしています。細かいステータスはテキストに書いているところを読んでもらえればと思います。で、結果としてどうなるかというと、神格の場合は通常4プラス銃撃のコンボが約14万ダメージになっています。で、もともと神格バフがない時は4万程度のダメージになっているので、3倍ぐらい強くなっていることがわかります。一方でカズハの時の通常銃撃のコンボを見ると、6万5000ダメージですね。なので2倍近く神格の方が火力が出ているというのがわかります。ただこの神格の14万ダメージは7回分の効果が発動している時のみの話になるので、それが発動していない時は5万4000ダメージとなっていて、カズハより低くなってしまいます。なので追加ダメージが発動すればめちゃくちゃ強いんですけども、神格が無凸の場合15秒待たないといけなかったりもするので、総合的に見た時にどっちが強いかというのは正直どっこいどっこいかなと思います。カズハのいいところは氷さえ拡散してしまえば、大体常に安定して高いダメージを出せるようになるっていうところですね。で、一応、それぞれのモチーフ武器が貫突している場合の比較も出してみましたが、結果としては大きく変わらずという感じでした。なので、彩香だけをバフしたい場合は正直カズハでもいいかもしれないですね。ただ、神格のいいところは彩香以外にも、氷キャラを同じぐらいの火力のバフをかけることができるので、氷3パーティーとかであれば、神格の方が総合的に火力は出るかもしれません。あとはですね、神格の場合、しっかり元素爆発を回して、氷耐性ダウンとかもつけてあげないと、ここまでの火力は伸びないので、立ち回りの簡単さは明らかにカズハかなと思います。続いてベネットとの比較ですね。で、神格は同じステータスのものを持ってきて、ベネットは風陽剣を持たせて基礎攻撃力865にしていて、吸気族4セットでテンプレベルを12にしています。そして与える強化内容は右の通りとなります。そして先ほどと同じステータスの彩香にバフをかけたところ、結果としては似たような結果にはなりましたね。やっぱりですね、神格のスキル追加がある場合はかなり火力差が開きます。ただカズハと違う点としては、スキルの追加がなかったとしてもベネバフと同じぐらいの火力を出すことは一応できます。ただ元素爆発によって元素耐性ダウンと氷元素バフがある前提にはなります。ベネットの場合、そもそも6突している場合は、彩香と組ませると、炎元素が付与されてしまったりと相性がかなり悪いので、彩香と組む場合においては神格の方が良さそうですね。一方で、カウンや超運の場合は、妖怪もしやすいキャラにはなっているので、ベネバフを駆使して妖怪することができれば、神格のスキル追加ありの時の火力に近いダメージは出せるかもしれません。この後は武器と生物について説明していきます。まずはおすすめの武器一覧ですね。で、今回は6つ用意してきました。まず星5武器については、神格モチーフ武器の息災、あとは天空の石とゴマの杖ですね。ただ、和白炎や破天も、星4武器を持つぐらいであれば、ぶっちゃけ持ってもいいと思ってます。で、星4については、残波のヒレナガ、セフィロス、そして千眼になります。理由については、記載の通りなので、読んでもらえればと思います。続いては武器ごとのバフ量とダメージ比較ということで、神格の基礎ダメージ増加量が武器ごとにどれぐらい変わるのかっていうところを簡単に表にまとめてみました。
括弧内の数値は静電落5時点の性能となります。で、一応元素爆発の継続ダメージも記載はしていますが、まあ、攻撃特化の場合はあんまりダメージ出ないので気にしなくてもいいかなと思います。どちらかというと赤字にしている基礎ダメージの増加量が注目ポイントかなと思っていますが、まあ、やはり息災を持っている時が一番基礎ダメージの増加量は高いですね。まあ、貫突していると3800弱、無突でも3500ぐらいいきます。で、他の星5武器を見てみると、まあ、ゴマで3000弱、まあ、貫突していれば3300ぐらいいっていて、天空の石で2800とかなので、まあ、大体差としては500とか600ぐらいの差ですね。で、星音武器見てみると、あんまり天空の石とかゴマと変わらないですね。大体2800とか2500とかになります。まあ、なので、星5武器を持たせても星音武器を持たせても、基礎ダメージの増加量自体はそこまで変わらないです。まあ、ただ、天空の石の場合は元素チャージ効率を積むことができるので、爆発を回しやすいというメリットはあります。でですね、基礎ダメージがこんだけまあ差があったとして、実際にどれぐらいダメージの差に直結するのかっていうのがわからないと思いますので、今回3つの増加ダメージのパターンとそれぞれの火力差について調べてみました。まず1つ目は攻撃特化した息災で、まあ、大体3500ぐらいの増加ダメージになります。そして2つ目は現茶時計をつけた息災ですね、まあ、これで大体3100ぐらいになります。そして最後に天空の石の攻撃盛りですね、でこれで大体2860ぐらいになります。まあ、大体上中下で400ぐらいの増加ダメージ差がありますが、まあ、これが実際のダメージでどれぐらい変わるかっていうのを先ほどの綾香を元に計算してみたところ、まあ、大体ですね、増加ダメージが400違うと通常4銃撃の1コンボで1万ぐらいのダメージ差、まあ、パーセントで言うと 6% とか 7% ぐらいしか変わらないっていう結果になりました。まあ、そんなに正直変わらないので、どちらかというと元素爆発を回せるか回せないかの方が大事になってくると思います。特に息災の場合は元素チャージ効率を盛ることができないので、元素爆発が回らないのであれば現茶時計をつけると良いかもしれません。まあ、ただ氷3パーティーとか氷4パーティーであればそもそも粒子的に結構元素爆発も回ったのでケースバイケースにはなります。ということでこれらの結果を踏まえた上でおすすめの生物が何かというと、まあ、サポートに特化する場合の話にはなりますが、火力特化の武器を持つ場合においては締め剣セットで攻撃力を特化するのも良しですが、チャージ時計に変えるだったりとか、あとは2セット効果を絶縁2セットにして攻撃時計を持たせて元素チャージ効率を少し積むといったのもありだと思います。で、一方で天空の石とかセフィロスみたいな元素チャージ武器の場合は、まあ、攻撃特化にしてあげるのが良いかなという感じですね。まあ、セフィロスの場合は回心率も欲しいのでサブオプションで回心率を持ってあげるといいかもしれません。で、神格の元素爆発が特に大事になるのはパーティーに風キャラがいなくて氷耐性ダウンをできるキャラがいない場合とかになるので、もしカズハと神格を両方使うようであれば、そんなに頑張って神格で元素爆発を打って、氷バフだったり氷デバフをつける必要もないので、まあ、そういった場合は攻撃特化でもいいかもしれないです。最後にパーティー紹介と立ち回り例になります。まあ、今回ざっと使ってみておすすめのパーティーを2つ紹介します。まず1つ目が神格、カウンもしくはアヤカ、カズハ、ココミの凍結パーティーになります。で、コンセプトとしては、アヤカかカウにメイン DPS として火力を出してもらうのにサポートを集中したパーティーですね。まあ、とは言いつつも、カズハの落下攻撃の乱れ乱算が氷元素変化した場合などは、神格のバフを付与することができるので、まあ、結構強力なパーティーだとは思います。まあ、あとは、ココミの化けクラゲによって常時凍結することもできるので、まあ、非常にバランスが良いパーティーですね。で、実戦例はこんな感じになっていて、ココミでバケクラゲを置いて水元素を付与しながら、アヤカだったり神格のスキルや元素爆発で氷をつけていきます。あとカズハで巻き込むこともできるので、神格の元素爆発のエリアに入れやすいっていうのもいいですね。続いてのパーティーは氷ターンになります。神格、アヤカもしくはカウ、チョウウン、そしてヒーラーとしてディオナカ7というパーティーですね。で、このパーティーは、神格のスキルがパーティー全員に付与されるというのを最大限活かしたパーティーになります。アヤカやカウでも火力を出すし、チョウの元素爆発でも火力を出せます。で、あとはディオナやナナのスキルも火力を結構出すことができる楽しいパーティーになりますね。まあ、なので氷無効の敵以外であれば十分に戦うことができます。まあ、単元素パーティーのいいところは、元素スキルによって全員の元素爆発が溜まりやすいというのと、神格のスキルクールタイムが15秒と長いですが、全員が7回分のスタックを持つことができるので、
あんまりガス欠にならずに戦い続けることができるっていう点ですね。でこちらが実際の戦闘の動画になりますけども、神格のバフをつけたことによって超運の元素爆発が一発2万5000だったり、ディオナのスキルにおいても2万ぐらいダメージを出せるようになってます。まあ、カズハがいれば超運の枠などをカズハにしてしまってもいいと思いますけども、氷特化パーティーでもここまでできるのかっていうのが結構面白いですね。一通り解説を終えたので最後にまとめに移ります。神格は氷特化パーティーのサポートとしてはかなり優秀だと思います。ただし癖もあるので万能とは言い難いです。改めて神格の良い点ですけども、良バランスなサポート性能を持っています。まあ、基礎ダメージの増加やダメージバフ、そして耐性ダウンなどのサポーターに欲しいフルセットを神格一人で持っていて、かつパーティー全員に強化することができるというのが非常に優れた点になります。あとは水力と違って敵に氷耐性がついていなくても氷強化ができるようになります。まあ、例えば純粋精霊とかライオン権限みたいな、そういった属性がもともとついている敵に対してもパーティーの氷元素アタッカーの火力をアップすることができます。ただしいいところだけではないですね。まあ、特に、スキルの回数制限は非常にネックだと思います。7回分通常攻撃をかなり火力アップすることはできるんですけども、クルタイムが15秒と少し長めになっています。まあ、先ほども言ったように、氷ターンパーティーなどで全員で攻撃を回していけば、この15秒は気にならないかもしれませんが、彩香だけを強化するといったパーティーの場合は、この7回分の攻撃にかけるのではなく、カズハで安定して、元素バフと元素デバフをつけた方が総合的に火力が出やすいといった場合もあるかもしれません。まあ、いずれにしても汎用性が高いキャラではなくって、氷パーティーで遊びたいという方にはおすすめしますが、次のピックアップで優秀な勝利や関羽も来ますし、まあ、その後おそらくカズハなども復刻で来ると思いますので、汎用性が高いキャラが欲しい場合は見送った方がいいかもしれませんね。それでは動画の内容は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になったようであれば評価、コメント、拡散よろしくお願いします。今回は氷増幅型の解説でしたけども、次の動画はアタッカー型の神格の解説を行っていきますので、そちらも興味がある方はぜひチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。